しほちゃん。ちょっと時間あるかな？何かしら、ふみさん。少しなら時間あるけど。この前はありがとう。先生からも、よくまとまっていて面白いと褒めてもらえたよ。それは良かったね。話はそれで終わりかしら。実はね、もう一人発表していたんだけど、うっかり、ヨド殿のことを、ヨド気味って言っちゃったんだよね。それで別の子が噛みついちゃって、せっかく盛り上がってた発表が中断したの。それで、先生が、二人で調べなさいと言ったんだけど、二人も雰囲気悪いし、手がかりもないしで困っているの。私は仲良くしてほしいから、なんとかできないかなって。うん。何で盛り上がっていたかは知りたくないけど、状況はわかったわ。ヨド気味は使ってはいけない言葉なのか、ってことでしょ。そんなの先生に聞けば終わりじゃない。先生は別にどっちを使ってもいいよって感じで。それでそこまで言い合うのなら二人で調べてみなさいという話になったの。仕方ない。歴史人物にはあまり興味はないけど、相談に乗ってあげるわ。答えは数分もあれば出せるよ。え、そんなに早く？その前に、ふみさんは呼び方についてどう思ってるの？お母さんにテレビでそう言ってたからと教わったよ。なんでも、江戸幕府が淀殿の評判を下げるために、江戸時代の遊女の呼び方をしたんだって。あちゃー、テレビの話を信じた口か。え、どういうこと？テレビで取り上げたネタを信じてしまう人って多いのよね。一番有名なのは、徳川家康平和主義者説ね。昔、大河ドラマの徳川家康が大人気だったんだけど、原作者は、戦後の平和を重ね合わせて、従来にない家康像を描いたの。要するに史実の家康とは無関係ということね。所詮創作だし、織田信長で例えるなら、実は気弱で臆病で、何かあると森蘭丸に泣き言を言って依存しちゃうみたいな性格設定をしたという感じだわ。私はありだと思う。え。まあ、テレビの影響力ってすごくて、信じちゃった人も多いの。同じように、ヨド気味故障問題も1990年代に突如テレビで話題になって一気に広まったの。何かあったの？この頃は評価逆転ものが流行ったかららしいわ。今まで高い評価をされてきた人物は大したことがなくて、その逆もしかりみたいな。その一つとして出てきたのが、ヨド気味故障問題なの。でもテレビで取り上げたのなら、根拠はあったんじゃないのかな。根拠は、当時の遊女も君を使っていたぐらいしかないわ。源氏名というのを知らなかったんでしょう。じゃあ否定する根拠はあるの？バッチリあるわ。徳川幕府閣というのが幕末に作られているの。これに、徳川家康の正室は朝日気味、秀忠の正室はお江戸気味と書かれているわ。それ以外にも、大河ドラマにもなった篤姫も、篤気味という故障があるの。さて、もし君とつけるのは遊女呼ばわりしたいからが正しいとすると、この徳川幕府閣を作った人はどうなるかしら。明らかに首ちょんぱだよね。その通りね。逆に言えば、君に何ら悪い意味はなく、ヨド殿でもヨド気味でもどちらを使ってもいいってことになるの。そもそも徳川将軍の娘も大名に嫁ぐと、君をつけるのが基本だわ。はい。しかし、こんなあっさりと終わるとは。一時間もあれば、調べられる話よ。だから、先生も簡単に調べられると思って、宿題にしたのだと思うわ。ありがとう。二人に伝えなきゃ。でも、どうして簡単に否定材料が出てくるのに、こんな根拠薄弱な陳説がまことしやかに広がったのかな。当時はネットもそれほど発達してなかったし、気がついても指摘するのが難しかったというのがあったと思うわ。テレビ的に面白いと思ったものが、そのまま取り上げられて報道された時代だったと思うの。そもそもヨド気味、ヨド殿って誰が呼び始めたのかな？ふみさんは、ヨド殿の本名って知ってるかしら？ちゃちゃだよね。そうね。昔の人はたくさん名前を持っていたわ。徳川家康だって、家康以外に武千代、元信、元康って名前があるし。たくさん呼び名がある人は、皆が一番知っているもので呼ぶのが通例ね。それで、よく知られているのがちゃちゃというだけで、正式な名乗りもあるわ。豊臣菊子さんよ。その辺にいるおばさんっぽい感じになっちゃった。失礼よ。いずれにしろ日野富子とか北条政子と並べるのなら、本当はこっちで呼ぶべきかもね。ただ、日本では、存命中は目下の者がフルネームで文書に書くことを避ける文化があるから、役職名や住居名で呼んでいたりしたの。確か淀城を与えられたから淀殿だっけ？いえ、当時は淀の方とか言われてたけど、淀殿とも淀気味とも言われたことはないの。ただ、生活拠点を移すたびに呼び名は変わるもので、淀の方とか言われたのは一時期だけだわ。
でも淀城のイメージが強いのは、多分女性でありながら一城の主となったことが一番印象に残ったからだと思うの。17世紀半ばの書物には、淀とゴース、という記載もあり、かなり早くから淀城のイメージが定着していたのが伺えるわ。だけど、淀君とか淀殿という呼称が広まるのは、実は18世紀末で、豊臣喜久子さんが死んでから180年以上も経った後の話なの。どうしていきなりそんな後になって広まったの？それは江戸時代の絵本大好期が原因なの。ベストセラーになって、舞台になったり、イラストも描かれたりしたわ。あまりもの秀吉ブームに不安を感じた幕府が弾圧するまでになったの。絵本、子供が読んでたの？絵本と名前がついているけど、中身はこんなのよ。今のティーン向け小説でもイラストが入っていたりするでしょ。ああいう感じよ。こんなの名前詐欺だよ。それで、この絵本大好期に淀君と淀殿の両方が出てくるの。これの少し前に出版された翁草という随筆集では、淀殿と書かれているから、絵本大好期の作者が考えたというより、当時から淀君、淀殿の両方があって、単に絵本大好期の表記ブレの可能性があるわ。あと、当時、北川歌麿という絵師が描いたイラストがこれよ。淀殿って書いてある。これを描いたために、北川歌麿は幕府から刑罰を受けたわ。それぐらい、幕府にとって絵本大好期ブームは脅威だったの。いずれにしろ、19世紀に書かれた徳川実記にも、淀殿と出てくるし、1872年に月岡法然が、一回随筆で、淀の君という絵を描いてるから、淀殿、淀君という呼び方が混在していたのがわかるわ。君と殿って使い方に何か違いがあるのかな？まず、実例から考えた方がいいわね。これは、家康と秀忠の妻で、君と殿が付けられた女性の一覧よ。性質でも、君が付く人と付かない人がいるのか。少なくとも側室の場合は、基本は殿ね。淀殿という書き方も、淀城の主だったからだけでなく、秀吉の側室だったからというのもあったかもしれないわ。一方で、正室で君と殿を使い分けているのは、その人が持っていた社会的地位から来ていると思うの。社会的地位って？当時は誰々の家族というのは一番重要なステータスだったの。朝日姫は関白までなった豊臣秀吉の妹で、郷は右大臣にまでなった織田信長の姪だわ。篤姫も島津家の出身だけど、徳川家に嫁ぐ時にこの池の養女となって、その時に篤君という呼び方をされたから、価格が反映されたわけね。だから、淀君は右大臣織田信長の姪というのを最大限考慮した持ち上げだった可能性もあるわ。むしろ、淀君の方がリスペクトしてるってこと？淀殿の性質説なんてのもあるしね。いずれにしろ、豊臣喜久子さんの没後180年以降の話だし、名付けた人がどこまで考えていたかなんてわからないわ。ところで、呼び方の移り変わりって何かあるのかな？明治、大正時代は、淀君の方が一般的だったわ。中学校の教科書にも淀君と出てくるの。じゃあ、淀殿が広がったのはいつからなの？昭和35年の井上靖の、淀殿日記からというのが定説ね。学術的に淀殿が正しいとかじゃなくて、小説からなんだ。そもそも、どちらの呼び名も同時代の資料に基づくものではないからね。広がったきっかけが江戸時代の小説か昭和時代の小説かぐらいのものよ。小説というのは個性を出さないと売れないから、皆が使ってなかった淀殿を使ったというところだと思うわ。徳川家康平和主義者論と全く同じことなの。そこにテレビの淀君遊女予備説が加わっただけということ。先生がどっちでもいいって言ったのは、それぐらい価値のない議論だからだと思うわ。はい。みんな、小説を売るための工夫を歴史的事実だと思い込んでただけなんだね。ねえ、しほちゃんなら、どの呼び方にする？堅苦しい言い方なら、豊臣喜久子さんで統一すべきだと思うけど、今は淀殿で定着してるし、ちゃちゃという言い方も広がってるわ。大河ドラマで、郷が定着したのだから、並びで、ちゃでもいいと思うの。いや、じゃって。まあ、歴史上の人物の故障ってそんなものよ。誰かに何かを伝えようとすると、その当時の正式な呼び名より、皆が知ってる呼び方をするのが一番常識的な対応というだけよ。お蕎麦屋さんかな。ありがとう、しほちゃん。勉強になったよ。これで中断になった、大阪の陣、激闘、真田幸村 VS 伊達政宗、最強のライバル、が再開できるよ。みんな楽しみにしてたんだよ。それは良かったね。